推薦人20人の加藤氏、なぜ議員票は16票に？青山和弘氏が解説。加藤勝信元官房長官が自民党総裁選で推薦人20人を得たにもかかわらず、議員票が16票にとどまったことが話題となりました。青山和弘氏は他陣営による切り崩しが原因と解説しました。みんなの反応。加藤氏は総裁選で惨敗しましたが、所得倍増の信念は国民に広まりました。石破内閣で財務大臣の話もありますが、総裁になれなくても公言した以上、どんな立場でもそれを成し遂げるのが政治家の使命です。加藤氏の戦いは総裁選で終わらず、所得倍増を約束した総裁選で始まったと信じています。頑張ってください。派閥の拘束が強かった時代は一票の違いで大騒ぎして筆跡鑑定までしたけど、今は少し健全かも。でも無記名投票だから、ポスト確約しても本当に投票したかわからず疑心暗鬼になる。20人集めて立候補する意味がある候補や、2位争いが重要な候補、決選投票が重要な候補など事情が全く違う。まさにアウトレイジ的なポスターの期待を裏切らないドロドロ感満載の総裁選だった。安倍敏子衆院議員が石破内閣で文部科学大臣として初入閣するらしい。安倍議員は岡山選挙区で平沼伏に何度も敗れ、選挙区が減った今は比例中国の候補に格下げされている。選挙区候補を勝ち取ったのは加藤勝信だ。選挙に強くない安倍議員は65歳を迎え人花咲かせたい気持ちがあったのかもしれない。宮城県石巻市出身で、岡山では落下3候補、石破の鳥取とはご近所様として交流が盛んだった。加藤勝信の推薦陣にもかかわらず、加藤支援の輪を崩した岡山県連の6人は誰だったのか。これからの党幹部人事や組閣、副大臣、政務官人事にヒントが隠されているはずだ。加藤氏は早い段階で勝てないと分かってたから、恩を売ったり次の選挙に向けた動きをしてたと思う。本当に味方になる人も見極めてたはず。他の候補者でも推薦人が他の候補に入れてた例もあるんじゃないかな。加藤さんはもともと菅さんのお気に入りで、今回の総裁選で名前を売るために菅さんの息のかかった議員6名が加藤さんを推薦していました。しかし小泉さんが1回目の投票で2位に入れない可能性が出てきたため、菅さんは急いでその議員たちを小泉さんの投票に回しました。このことは加藤さんも知っているはずです。党員105万人中投票率 66% で70万票、2年間党費を払って総裁選に参加できるのに 30% 以上が投票しなかったのは信じがたい。名義借りで党員登録があり、実際の党員数は高齢化で減少していると思う。推薦制度が問題だよね。推薦者が投票する保証がないし、実績重視とか誰でも立候補できるようにするべきだと思う。推薦人が裏切るってことは、最初からその人を総裁にふさわしいと思ってなかったってこと。こんな不義理なやつは今回だけじゃなくて、いつも日和見で裏切る政権、自民党、国会、国民に対しても。だから裏切り者が誰かをはっきりさせて、自民党の責任で公表してほしい。加藤さんがかわいそうだよ。カツカレー食い逃げ議員の名前知りたいし、新政権でどうするかみたいな。加藤氏に乗っても勝ち目はないと知りつつ、他候補に票を入れると公言しながら加藤氏の推薦人になったのかも。筋は通るし、裏切り者とも言われないし。いろんな理由で推薦人になる人がいるんだよね。政治思想に共感したり、義理があったり、本当はなりたくなかったけど地元の顔を立てるために仕方なくなったり。政治って利益や思想が絡むから面倒なんだよね。でも自分の利益より政治思想を重んじる政治家は少ないし、有権者も自分の不利益には反対するのが普通。タカ派でも防衛費増税や徴兵制度には反対するし、親世代も同じ。今回の自民党総裁選でまた一つ勉強になったよ。今回の党内選挙では名乗りを上げることが重要で、周りの動きもよく見えました。流れた人を責めず、覚えて普通に接しましょう。個人的に加藤氏に好感を持っていたので残念です。また頑張ってください。加藤氏の16票のうち、本人の1票と青山議員の1票が含まれているため、実際の推薦人の投票は14票。推薦人のうち6人が投票しておらず、カツカレーを食べた人の中にも裏切り者がいると批判されている。名前が公表されれば有権者の評価は大きく下がるだろう。その人、推薦人20人も集められないなら総理総裁の器じゃないし、選挙に出るべきじゃなかったと思う。何のために出たのかわからないけど、自分の主義主張や存在感をアピールしたかったのかも。でも結局は人気も人望もないことがバレちゃったね。まあこんなもんだよね。
自民党自体が一枚岩じゃないから、こういうことも起こるよ。他の候補でも30票以上取ってる人の中に同じような現象があっても目立たないし、みんな同じだよ。加藤グループだけじゃない。それよりも、加藤先生にはこれから財務大臣として頑張ってもらいたいね。進次郎が総裁選に進めなかったのは、彼がダメだと判断されたから、模試太郎の号令がなければ、進次郎が総裁になっていたかもしれない。議員の質が低下していることに驚き、党員の意向と逆に進次郎を選んだ議員は、今後国益を語るべきではない。総裁選の活動は、自民党主催の討論会費用は党が負担し、テレビ報道も多いので、自己 PR の絶好の場なんだよ。推薦人が足りない候補者には、条件付きで推薦人になることもある。この場合、感謝はあっても恨みはないと思う。加藤さんもそんなケースで、満足のいく活動ができたんじゃないかな。これで有名になり、好感度もアップしたし、今後の政治活動にもプラスだったと思うよ。麻生派の議員が加藤さんの推薦人を抜けて高市さんに入れたんだ。麻生さんは小泉と石破の決選投票を避けたかったから、1回目から高市に入れろと指示したんだよ。麻生派は加藤さんに義理を果たしてるから、不満はあまりでないんだ。首相になる人がご飯論法を使うのはダメだと思う。質問にちゃんと答えるのが政治家の基本だからね。所得倍増とか大きなことを言うけど、具体的な方法が見えないし、日本の経済問題をちゃんと理解してるのか疑問だよ。この人に期待するのは難しいかもね。最初から名義貸しの人もいたかもね。立候補のために協力してもらった感じ。野田聖子も20人集められなかったし、どっちがいいかは本人次第だね。高市氏が職を拒否したのは、政治の利害関係が絡んでるからでしょう。再調査を外部委託されたらどうなるんだろうね。推薦人が全員獲得票の16人とは限らないし、裏切ったのが4人だけとも限らない。名前を出さずに推薦し、1回目は加藤氏に入れた人がいるかは微妙で、メリットも少ないから可能性は低い。国会議員の投票先を公表してほしいよね。国民や党員の信託を受けてるんだから、投票行動を公表するのが当然だと思う。裏金議員や統一議員が第1回で高市と小林に入れて、決戦で全員高市に入れてるのも興味深い。でも、公表されたら勝つのは進次郎だろうな。政治家が打算で動くか仁義を取るかは善悪ではなく、有権者はその選択を知る権利がある。加藤さん、総裁選で好感持てたけど、裏切られやすいかもって思った。今回の権力闘争が最後でよかったですね。財務大臣として有終の美を飾ってください。官房長官の仕事も見事でした。カツカレーは苦手で、カツの衣が油っぽく感じるから、別々に食べたい。高市さんや小林さん、灰柴さんのポストを断ったけど、普通の会社なら事例は断れないよね。政治家辞めた方がいいかも。加藤さんは何を頼まれるかな。加藤が総理にならなくてよかったと思う。推薦はするけど投票は別の議員がいたのかも。加藤や小泉ジュニアより石破が良かった。みんなの反応としては、加藤氏の推薦人が投票しなかったことに対する不満や疑念は多く見られました。少数意見としては、加藤氏の信念や今後の活動に期待する声もありました。当チャンネルの意見として、加藤勝信氏の総裁選での結果は残念でしたが、彼の所得倍増の信念は国民に広まりました。石破内閣での財務大臣の話もありますが、どんな立場でもその信念を貫くことが政治家の使命です。加藤氏の戦いは総裁選で終わらず、これからも続くと信じています。頑張ってください。